違和感漢字探し、2つの語字を探す熟語問題が全部で6問です。では始めましょう。第1問。語字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分の口がいりませんでした。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分の縦棒の上の点がありませんでした。第2問。語字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分は土ではなく王の方です。2つ目はここでした。正しくはこちらの字です。左部分は木偏ではなく乃木偏の方です。第3問。文字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右腕部分の点がありませんでした。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の横棒が1本多いです。第4問。語字を2つ探してください。
正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分は大ではなく犬です。ただし大も許容はされています。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は弓辺ではなく弧辺の方です。第5問、誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。舌の中部分は米ではありません。二つ目はここでした。正しくはこちらの字です。左部分に人弁がいります。第6問、最後の問題です。誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は日ではなく白の方です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分の縦棒と横棒は一画で書きます。